玄米茶でひげを整えてっと。では行こうか。おいちに、おいちに、はい。この狐めに吉の一字を託された将軍様、そのご恩に報います。我が輩をぜひご神下に。最上か、吉の字、はてそんなこともあったかもな。では一つ奥州を押さえてみせてはくれないか。奥州、政宗君、いや憎き独眼竜が相手ですな。冷たき土地の民たちに熱き活力を呼び覚ますため、奥州短大を名乗り北を治めてみせるがいい。はは、感謝感激雨あられでございます。ああ、将軍様に認められた。我が輩すごすぎる。よし政宗君、覚悟していたまえ。紳士はいつでも一直線。短大様、奥州伊達家より書状が。おお、政宗君から。我が輩の説得に応じ快く奥州を明け渡す気になったのだね。どれどれ。 Dear gentlemanお断りだ。いきなり可愛くないね、政宗君は。将軍様の意を借る我が輩は奥州短大、今や北の主だよ。奥州短大、は知ったこっちゃねえ。どうしても奥州が欲しけりゃあんた自身が来るんだな。おかしいね、将軍様の影響力も意外と薄いのかな。我が輩なんと罰当たり、誰も聞いていないね。はっ、バッチリこの耳に。ああ、聞かなかったことにしてくれたまえよ。玄米茶。伝令、織田軍の勢いが止まりません。さすがは信長公、飛ぶ鳥をも落とす勢いですな。そう、宇州をまとめられたのも貴公のお力添えあってのこと。この兜も貴公にいただいたものでしたか。いまだにこれの手入れを怠った日はありません。しかしこのまま将軍に従い続ければいずれは信長公とも争うことに。いやいやいや、そんな日など来るわけないよ。今日も元気だよ。お茶がうまい。こーん。短大様、将軍様より出陣の命が。お待たせするわけにはいかないね。我が輩が挑むべき相手はどこの誰だね。尾張織田信長公です。ああ、なるほど。それはよろしくないよ。我が輩、信長公とだけは戦えない。はっ、ではすぐさま将軍様にお断りのお返事を。待った。とりあえず我が輩の心が決まるまで適当にごまかしておいてくれたまえ。頼んだよ。玄米茶。将軍様、信長公、ご恩なるお二方のうちお一人を選ぶ。一世一代の決断とはまさにこのことだね。どうする。さあさあ、どうする。我が輩、素敵なヒゲ同士、素敵な瞳同士、我が輩たち見まごうことなき歴史史でござりまするな。短大様、本当によろしかったのですか。やっぱりまずかったかね。この後に及んでどちらの側にもつかないというのは。はあ、短大様らしいといえばらしいのですが。
我が輩にも野心じみたものは残っていたようでね。自ら国の先頭に立つ、それもまた紳士だよ。とにかく味方を増やさなくてはね。我が輩に敗れた翔くん、潔く手を貸してくれたまえよ。見渡す限りの紳士同盟、壮観だね。最上様がまさかこれほどまでに人を従えるのが上手とは。相手に取り入るのは我が輩のお箱だからね。どんな待遇を与えられれば相手が喜ぶか、それを一番知ってるのは我が輩だと思うよ。さすがは接待探偵様よ。駒の中の駒。こう、もっと褒めてくれてもいいのだよ。この調子でどんどん紳士を増やそうではないか。玄米茶。いよいよ我らも天下を分け目。おや、どうされました丹大様。玄米、これが武者震いというやつなのかね。ただ怯えて、いや、きっと天下を目前にして勇み振るっておられるのでしょうか。うん、我が輩は今や将軍や信長公と並び称されたも同然。さあ、紳士らしく華やかに勝利を飾ろうではないか。ゲーム参った。素敵な紳士は大人気。我が輩の決断が乱世を動かすといっても過言ではないね。おいっちに、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 おいっちに。我が輩見事に大勝利。超神秘後期連合国最上日の本国結成だよ。しかし誰かの下にいないというのはどうにも落ち着かないものだね。日の本探偵様、大変大変大変態です。我が輩は変態ではなく紳士だよ。海の向こうに見知らぬ軍勢が押し寄せています。おそらくは外国の手の者かと。なんと、それは一大事だね。せっかく平和になったこの国を乱されては大変だ。さあ諸君、急いで取り入ろうではないか。何を献上すれば喜んでくれるかな。考えるだけでも楽しみというもんだね。いや、ちょっと丹大様、最上様。